国道249号線沿いにある景勝地震災2日前の石川県羽咋郡志賀町にある器具岩夫婦岩。能登金剛の代表的な奇岩の一つである器具岩は、機織りの神様の伝説を生んだ夫婦岩です。機織りの道具のような岩からなっているところから名付けられました。高さ16メートルと12メートルの美しい2つの岩が寄り添うように並び、しめ縄で結ばれた姿は神聖な佇まい、伊勢の二見岩によく似ていることから別名の能登二見とも呼ばれていますが、能登の器具岩は大きい岩の方が女岩、小さい岩の方がお岩です。西向きに立っているため、能登の中でも屈指の夕焼けスポット、ライトアップされる時期には夕日を眺めた後、暗闇に浮かび上がる幻想的な風景を楽しむことができます。器具岩の物語。すぐ昔、能登の地に織物の号を広めた鹿島郡能登姫姫神社の祭神である名木乳姫、名汁なき入り姫の御事が食器を背負って山越えしたおり、途中で山賊に会い、思わず食器を海中に投げたところ、忽然として、それが岩に返事だと言われています。最後までご視聴ありがとうございます。被災した方々頑張って、峠ドライブは応援しています。一日も早い復興を。エンド。